溶き卵を入れスープにした時、こんな塊になることありますよね。でもふわふわサラサラにしたい時はたったひと手間で、溶き卵の入れ方だけでできること、あなたは知ってる？花高さん、固まらずふわふわにしたい時はスープに円を描くよう流れを作り、ずっと回すんじゃなくて、その水流とは逆回転に溶き卵を投入する。逆回転か、水で持って帰るから、すると塊になりづらくなるのだとか。